画面向かって右が赤のユニフォームロアッソ熊本、左がアビスパ福岡です。選手たちの胸元背番号が全員6となっています。前節はこの背番号6番の村上が怪我というのがありましたね、はい、熊本にとっては本当に大きな存在感のある選手だったと思いますので、この選手のこれからの不在というのはチームにとってかなりマイナスになると思いますね。左に展開、亀川中にというところは競っていきますが、うん、球際奪ったのは熊本、ドンと奪われた、はい、チャンス1人かわして、うん、笛はない、笛はない、ここはかわしてのチャンスでした。最後は石津がシュートかと思われましたが、リプレイでご覧いただきます。体強かったですね。強いですね。前を向いて中、左足で送った、シュート、ーバーの上、ペナルティーアークの手前、強烈なシュート、最後はコマの走り込んでいきました。ボールの芯をしっかり捉えた、いいシュートだったですけどね、枠は捉えたかったですね。強烈でしたが、うん、ここはどっちが来るかですね。右足で来た、うん、シュート弾いて中はここはかき出されました。ボールの奪い合いになっているが、石津が前、中川空いている、左足、シュートはブロック、そのこぼれ球もう一度石津奪いに行きました。ここら辺熊本選手かぶっている、セカンド拾ってシュート、バーの上外れていく、いやワンタッチですね、はい、熊本の選手に当たっているようです。最後山瀬が右足、それこそこの山瀬選手のポジショニングはいいですよね、まあ、相手が苦し紛れにクリアしたところでしたけど、最後左足でしたね、はい、福岡駒野の右足からファーサイド、ヘディング落としてゴール前、坂口触ったんですがキーパー畑が抑えています。ゴール前にこぼれてきました。前を向く、ただ相手は揃っていますがどうするか、お右に出す、中つなぐ、アン預かって、おー最後詰めたんですがキーパーも止めました。島田が最後まで詰めていました。ファンも、ね、1人かわしたんですが、はい、中山選手がボール中央で持った時にちょっと仕掛け足りないかなと思ったんですけど、このワンタッチですね、アンが溜めてかわしたところ、最後は詰めていって、島田選手のこのワンタッチで完全にゴールへのスイッチが入りましたよね。ジューシーニョ2人来ましたが、ここをかわしていくか、通したオンドゥジェ、シュート、ブロックした、ディフレクション、ゴールに入った、福岡が先制しました。いや魂のゴールですね、まあ、あのポイントからクロスかなっていう選択もできたと思うんですけど、はい、シュートに行きましたもんね。ジェが右の45度ボックスの手前、いい位置にはいました、はい、思い切ったシュート、まあ、ディフェンダーにも当たっていますが、はい、リプレイで違う角度からご覧いただきます。シュート、ディフェンダーに当たって最後、まあ、この辺りが触れているかどうかですが、はい、空いたスペース、片山上がっていく、エリア内進入、なんかプレッシャーを受けて、うん、笛が鳴っている。ここはジューシーノの、ジューシーノのファールを取りました。ペナルティーキック、笛が鳴る、左足決まった、同点ゴール、7試合ぶりのゴールが生まれました。そしてかわして、うん、いけるかどうか、外に流れた、クロスボール、ヘディング、バー叩く、いやこぼれたボールは押し込めない、
定的なチャンスでした。最後グスタボ、戻せるか、ボールはキープできなかった。ゴールキックに変わりました。そして長い笛、ロアッソ熊本対アビスパ福岡のゲーム、得点は1対1、ドローで終わっています。